吉田さん、頑張るの概念っていうのは私ね、2つ持ってるんですよ。1つはですね、苦しいけどやらねばいけんなっていう風な苦痛を伴う頑張る。もう1つはですね、よしやるぞって、どのぐらいまでのレベルにできるかな、これは楽しみだなっていう風に自分の能力の追求のために頑張るっていう。このね、ポジティブな頑張ると、いやいや仕方なく、その嫌なんだけどもそれを突破するためにね、無理やり力を出す頑張る。これどうなんですかね。私や吉谷さんはおそらく後者の方なんですよ。楽しいというかね、その頑張るっていう概念があるとしたら、当たり前にやるんだけども、どうせやるんだったら一歩でも二歩でもつんのめっていきたいっていうね、こういうふうな前向きな頑張るだと思うんですけども、大抵の頑張るっていうのはやりたくもないことをやらないとしょうがないから、無理やりモチベーションを上げて頑張るみたいなね、じゃないかなと思うんですよ。野球少年がね、野球部で泥まみれになって夜遅くまで素振りをしたりノックを受けたりするのって、すでにポジティブな頑張りなんですよ。苦痛を楽しんでいるっていうかね。でも大抵の人は苦痛を伴いながら、仕方なくボロボロに傷つきながらやることをやっているというね。中にはそれに美徳を感じちゃったりする人もいるんですよね。もうなんか3ヶ月も休んでないぞとかね、昨夜も寝てないぞみたいなんで、なんか妙な頑張りでこう張り合っちゃってる人もいますよね。いや、こっちはもう4ヶ月休んでないぞみたいなね。何なんですかね。まあでもそう言わないとやってられないところもあると思うんですよ。でね、吉谷さん、今回ね、非常にね、なんか思いがこう交錯するところがありました。吉谷さんが言われたように、私もね、隠居暮らしっていうか、40過ぎてからなんですよね。なんか全然自分の肩の荷が下りたというか、それまではやっぱり先ほどの頑張るで言ったら前者の頑張るだったんですよ。借金を払うために頑張るとかね、やりたくもない仕事だけども本当に悔しいけど頑張るとかね、あいつになんか言いなりになりたくないけども仕方がない頑張るみたいなね、そういうところがありましたけど、今本当に肩の力が抜けて、納得できる人と、楽しい人と、信頼できる人と本当に、過ごさせてもらってるかなってところがありますよね。で、その時に、ね、私まあ、先ほどもっていうか前回の動画にも言いましたけども、もう割と自由なわけですよ。本当に言ってみればチャランポラーンに毎日暮らしてるようなところもあるんですよね。義務に縛られずに、何がしかのね、上司からの責任もないですし、部下に対する責任もないと、組織で動いてるわけじゃないんでね。で、そうなってくるとすごくリラックスした状態で京都に行ったわけなんですけども、京都に行くとね、今日朝のビュッフェとか、すごい細かくね、セロファン貼ったりとか感染症対策してるんですよ。で、昨夜はルームサービスを取ったんですよ。ルームサービスってむちゃくちゃ高いんですけども、やっぱりね、丁寧に一皿一皿セロファンがかけてあったりとか、感染症対策のためにスタッフの方もものすごく気を使ってくださるんですよね。で、私はそこまで細かく誰かに対してケアをするような日々を送ってなくて、どっちかっていうと家の中にいてこうやって動画ばっかり撮ってて、なんか一歩も外に出ない日もあったりするわけなんですよ。でも、そのホテルマンの方っていうのは日々ね、いろんな計画を立てたり会議をしたりとか、仕入れをしたり、もう本当にお客様の対応に疲れ切ったりとかしながらも笑顔を向けてくださると、私なんだろうな、このホテルマンの人に申し訳なさと敬意しかないですよね。クレームなんて全然感じないです。こんなにレベルの高いサービスを私なんかに提供してくださって、本当にすみませんみたいな感じになりましたね。だ、そういうふうなね、妙な感じを得ました。私も以前はこうだったなとか、それから昔の仕事のことを思い出すってことは、まだだから今の現実がそんなに染み込んでないんですよね、きっと。スタンダードどっちかって言ったら過去にあって、今はありがたくこうなってるけども、なんか歌方だっていうような感じでね。だからもっとこれ10年とか20年続けたら、こっちが本当になるのかもしれませんけどもね。なんせね、私も20年ぐらいね、目の出ない仕事でお金を稼いでたっていうか、稼いでいなかったんですけど、マイナス稼ぎだったんでね、稼いでるとも言えない、仕事とも言えない、何だったんだろうかっていう、借金を作るためになんか毎日労働してたみたいなね、 妙な感じですよね。いやー、でも本当今はね、そうなりましたね。40過ぎてアフィリエイトをやったりとか、転売やったりとかね、YouTube やって、ブログ作って、で、今はね、まあ投資事が多くなってきましたけども。
だいぶ本当に変わってきたなと思います。それでね、私隠居してからね、吉谷さんが BMW を親に買ってあげるっていうことを言い始めたんで、私も対抗していますけども、私は隠居暮らしをしたその最初の月から両親にね、あのお小遣いを出してるんですよ、うん、まあちょっとした金額ですよ。私のサラリーマン時代に取った月給の一番高い時よりももっと高い金額を毎月毎月毎月渡してるんですよ。だからそれがね、もうね、4年とかになると、うん、まあすごいですよ。1000万とか超えるわけですからね。あ、こんなに出してたんだと思っちゃいますよね。でも全然使わないんですよ、それを、うん、全然使ってくれない。で、今までね、旅行とかをプレゼントしたりとか外食プレゼントしたりとかしたんですけども、まあ、私がずっと費用を出すわけなんですよね。だから、まあそのぐらいしかできないんですけどね。何なんですかね、このお金を出してあげるとか、お小遣いあげるとか、一緒に過ごす時間を持つとかね、何すればいいんでしょうね。吉谷さんはお父さんに BMW すごいなと思いますよ。やっぱり私もね、お父さんにと思ったんですけども、まあなんせ高齢なんでね、池袋事故みたいになってもいけないんで、なるべくなら車とかよりもね、もっと別のことかなと思うんですよ。外出するときは私が運転して乗っていただいてみたいなことでね、時間がありますんで、うん、ね、吉谷さん BMW 買ってあげるのいいじゃないですか。すごい、うん、羨ましいですよ。私は現金をあげてますけどね。でもそうなっちゃいますよね、やっぱり。なんかしてあげたくなりますよね、恩返しをね。本当におかげさまっていう感じです。ということで今日はこんなとこですかね。いってらっしゃい。